い、どうも、 B レジェンド鍵谷です。ですね、まあ、今回、ご紹介したいのはこちら、B レジェンドカゼイン&ホエーでございます。カゼインね、以前からある商品なんですけれども、いつもね、皆さんが飲んでいただいてると思う B レジェンドの、まあ、いろんな味の種類がありますよね。あれが WPC、ホエプロテインコンセントレートって言われるものでですね、まあ、あれがベーシックなものですよね。であと、まあ、あの WPI、ホエプロテインアイソレートっていう、あのより糖質とか脂質とかをカットしてタンパク質の含有率を高くしたもの、まあ、要は、まあ、濃くなったというかね、そういったものもありますし、そしてこれはカゼイン&ホエー、まあ、カゼインっていうものと、まあ、WPC ホエーがミックスされたものなんですけれどもね。で、カゼインって何かというと、まあ、分かりやすく言うとちょっとドロッとした感じでね、吸収がゆっくりになるんですよ。例えば牛乳ってチーズとかバターとかできるじゃないですか。でヨーグルトもできるじゃないですか。で牛乳もできるし、こういうホエーもできるじゃないですか。そう考えていってもらうとね、このドロドロ加減がね、ホエーに対してヨーグルトに対してバターに対してチーズみたいな感じで、よりこうドロドロ感が増すでしょ。だからホエーよりももう少しこうこっち寄りっていうイメージで考えてもらったら、ちょっとめちゃくちゃ乱暴な表現だけどね。だから吸収がゆっくりになってくれます。で、ただ吸収がゆっくりになるメリットとしては何かというと、まあこう長時間食事が取れない人なんかだったらゆっくり吸収されるから、 WPC ホエーなんかだったらだいたい2時間とかね、3時間とかぐらいでもう吸収されていくんですけれども、カゼインだったらだいたいね、4時間5時間6時間、まあ、8時間ぐらいかけてゆっくりこう吸収されるので、血中アミノ酸濃度、血の中のアミノ酸の濃度が、 WPC 飲んでね、トレーニング後に WPC とか WPI 飲んだら一気に血の中のアミノ酸の濃度がぐっと高まって、でこう栄養がね、血流を通って、筋肉に行き渡るわけなんですけれども、カゼインっていうのはゆっくりゆっくり上がって、ゆっくりじわーっと長く吸収され続けるんですよね。なので、まあ、夜寝る時とか空腹が続くような時、あるいは間食に飲むとかっていうことをすると、まあ、すごくいいんじゃないかなと思います。だから、まあ、一応このカゼイン&ホエーには夜用って書いてあるんですけど、まあ、夜用ってわけじゃないんですけど、だけど、夜寝るときにね、飲んでもらうと、まあ、大体ね、6時間7時間8時間ぐらい、栄養吸収できないわけじゃないですか。だからそういう時にでも血中アミノ酸濃度が下がってですね、こう寝てる間にね、筋回復している最中にですね、栄養が足りなくなるとダメなので、まあこういったものを飲んでいただくのがいいのかなと。でただね、カゼインのメリットっていうとゆっくり吸収されるなんですけど、逆裏を返して考えると、早くすぐには吸収されにくいっていうことなんですよね。いきなりガッと吸収されてヒューじゃなくて、こうじわーっとゆっくり吸収される感じなので、だからカゼイン Q に対して1ホエーをミックスしてあります。1ホエーをミックス、だから最初の1割のホエーでまず血中アミノ酸濃度をポンと上げておいて、であとこのカゼインがその後から効いてくるみたいな、WPC でギュッとこうグググッと血中アミノ酸濃度上げといて、こう追いついてこういくみたいな感じですよね。まあそれで長時間だけじゃなくて、寝るすぐも吸収始めるし、間食とかね、食事が取れない時なんかでもすぐ血中アミノ酸濃度も高まって、まあ、長期間維持できるというのが、まあこれの一番の売りですね。で、もちろん B レジェンドシリーズですから味はもう抜群です。いちごミルクも美味しいですし、こちらの大人のミルクティーも味は美味しいです。結構ね、大人のミルクティーはこれが一番好きっていう人もね、いるぐらい人気のものでね、味はもちろんのこと、あと、まあ、抗酸化作用のあるビタミン C とかね、あとタンパク質同化作用がある、筋肉にしっかりなってくれるためのタンパク質が筋肉に変わるところでね、使うビタミン B6 とかね、そういったものも入ってます。で値段は他の WPC よりもちょっと高めで4100円なんですけれども、ガンガン飲むというよりもね、寝る時だけこれ飲むっていう感じでいいかなと思うんで、今僕もこれ飲んでます。カゼイン&ホエーのいちごミルク、僕は今飲んでます。だから夜寝るときはいちごミルク飲んで、でそれ以外のとき朝起きてすぐとかは WPC、今飲んでるのはピチピチハッピーチ飲んでるんですけれども、ピーチ飲んで、それで、トレーニング後も WPC 飲んで、寝るときにまたこれを飲むと。あと、まあ間食は僕、まああれですけどね、
そんな長時間食事空いちゃうってことがあんまりないので、まあ、WPC 飲むんですけれども、まあ、それでもね、例えば、出張に出るから移動等々を考えるとお昼が遅くなるなとかって思う時とかは朝にもね、カゼン&ホエ飲んで、そしたらね、大体1時ぐらいまで結構ね、お腹減らなかったりするので、まあそういうのも使い方もあるのかなと思います。はい、ということでね、ちょっと溶けがね、少しドロッとするっていうところも含め、なんか実際ね、まあ飲んでみようかなと思うんですけれども、通常だったらすり切りスプーン4杯で 200cc っていうのをベースにしてるんですけれども、これお召し上がり方のところに書いてあるのは、スプーンすり切り3から4杯を150から 300ml の水や牛乳などに溶かしてお召し上がりくださいって書いてあるんですけど、ちょっとだからね、水分量がちょびっと多め、なんかトロッとするから多めの方がいいと思うんですね。だから、どうしようかな、一回ちょっと200で作ってみて、トロトロ加減が撮影できるのかな。200で4杯でいつも通りやってみましょうか。 WPC と比べてどれぐらいトロトロか、あ、これ多分蓋とかにつくだろうから、それでわかるかもしれないね。よし、じゃあちょっとやってみましょうかね。よし、とりあえず 200cc 入れました。で、スプーンに、はい、いっぱい、多分後でね、足さないとダメだろうね。足さないと、これだとトロトロすぎて飲みにくいと思う。よし、いきますよ。いつも通りローリングシェイクからの普通シェイク。イエイイエイっとね。あ、こんな感じ。あ、これあれだ、ブラックシェイカーだから全然中見えねえよ。ほら、わかる？この蓋のこの感じ、 WPC だったらこんなにならないよね。ほら、このヘリにもついてるけど、わかるかな。わかんないね、液体だから。トロトロだけど、うん、あ、でもこれでももう飲めそうだね。よし、じゃあちょっと飲んでみようかな。いきます、いただきます。うまい。あ、200でもいけるね。200でもいけるけど、なんだろう。やっぱりちょっとトロッとしてますよ。うん。なんて言ったらいいのかな、このトロッと感。とろみがあるんですよ。うん。うん。いや、うまいね。やっぱり。相変わらずうまい。うん。うまい、うまいね、やっぱり。僕はね、いちごミルクなんですよ。まあ、昨日の夜も飲んだとこですけどね。だから、WPC みたいにさらっと飲もうと思うと、多分ね、250とか300とかでシェイクした方がいいと思うんだけど、まあ、こう、カゼインらしさのトロトロが残ってて OK なんだったら、200でも問題ないね、今飲んでみると。僕、大体ね、もう2回分ぐらいいくんですよ。400cc 入れて、あ、だからそうか、400cc 入れて、スプーン8杯ぐらいいくんですよね。2食分ぐらい。で、それで寝る前とか飲んでたりするんで。はい。まあ、そんな感じです。まあ、非常にね、まあ、味はもちろんのこと、やっぱり夜寝るときなんかはすごくいいですし、食事から食事までの間が空いちゃうときなんかもすごくおすすめですので、まあ、カゼン&ホエ、お試しいただければと思います。ということで、今回の動画はこれで終了。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いね。